Hello everyone, I'm Yuki Yamauchi, English Central Official Facilitator. 前回はですね、脳科学をベースにした学習法について少し説明させていただきましたね。でそこでですね、例えば英語のスキルを上げたりですとか、あとは資格試験、予備のテストね、点数を上げるにもこういうやり方がいいんですよという説明があったかと思います。そこでですね、やっぱりこう多く私が聞く声というのはですね、特にそうですね、中学高校大学生さんから多く聞く言葉なんですけども、なんでテスト受けなきゃいけないの、まあ英語は大事なの分かるよと、でもテストテストテスト、 TOEFL 嫌だな、英検嫌だな、 IELTS、 ケンブリッジ英検、いろんなテストがあるな、テストテストだ嫌だ、こういうね声をよく聞くんですよ。確かにね、私もいろんなテストを受けてますけども、なかなかテスト、はあ楽しい、はあ楽しいっていう人はそんなまあいないでしょうね。一部いるかもしれませんけども、一般的にはそういうのってないと思うんですよね。でやはりそこは一つ障壁になってるんじゃないかなと思います。ちょっと英語のテストについてね、お話ができればなと思うんですけれども、例えば同じ、そうですね、英検2級にしましょうか、英検2級を受けますとなったときに、その人の実力が同じだったとしても、どういう気持ちで受けているのかによって点数全然違いますし、そもそもどういう気持ちで対策をしているのかによって進む速度って全然違うんですよね。一番遅いのは、ああ嫌だな、やりたくないな、これが一番、まあ考えたら分かるじゃないですか、遅いんですよ。で、あ面白い、もっとやりたい、あ成果が見えた、もっと面白いっていうのになると、これは早いんですよね。まあ、そのいろんなこう早い人も遅い人もいるわけなんですけれども、おそらくほとんどの方がですね、テストを対策できればしたくないなっていう気持ちがあるんじゃないかなと思います。でもね、ちょっと考えてみてほしいんですよ。この私たちが住んでいる社会っていうのはですね、一人で住んでいるわけじゃないので、集団で生活をしているわけですから、そのある程度ね、自分の役割であったりポジションであったりとか、人間関係さまざまなのがあるわけなんですよ。例えば学校でもそうですよ、受験してどこどこに行きますってなった時に、これ一人の問題じゃないんで、学校っていう組織の中に入っていきますよ、就職だったら社会、会社の中のね、そのこの部署に入っていきますよって、このなんか社会に飛び込んでいくという話なので、これは個人の話じゃなくて集団の話なんですよ。関係性、連携がある中の話なんですね。その時に必ず生まれるのが人の評価です。これはね、社会に生きている以上は免れられないんですよね。人は評価をしたりされたりする、これのも繰り返しなんですよ。じゃあ私、何々大学に行きたいです、まあ、高校でもいいですよ、何々高校に行きたいです、何々大学に行きたいです、ここに就職したいですってなった時に、じゃあどうやって判断しますか、その人が適切な人なのかそうじゃないのかって判断をしなきゃいけないんですよね。で、分かった、気に入ったからいいよって、なかなかね、そうなる場合もあるかもしれませんけども、やっぱり一般的には何か指標を持って、この人はいいんじゃない、この人はちょっとねってこうなるわけなんですね。これは好きとか嫌いとかそういう問題じゃなくて、社会はそのようにできています。その中で自分はこんだけできるんですよっていうのを見せるのがテストなんですよ。で、言葉をちょっと裏を返すとですね、それができている限りにおいてうまく進んでいきますし、どんだけ能力を持っていても分かっていても、それを示すものがなければ誰も自分を評価してくれないんですよね。だからテストっていうのはね、むしろ自分が持っているものをアピールするためのプラスなものなんですよ。だから受けないっていうのはゼロです。受けなかったらアピール材料がないのでゼロ点です。で、受ければ受けるほど、少なくとも何点かは分からないですけど、絶対にプラスの材料になります。で、そのもっと言ってしまうとね、テストを受けることによって自分のレベルといいますか、次が数値化されるので、もう少しここまでできるかなっていう客観的に自分を見ることができるんですよね。人間ね、これは脳科学的にも証明されてますけども、一番伸びない目標設定っていうのが、できるだけ頑張る、これが一番伸びないんですよ。で、できるだけ頑張るっていう人が一番頑張らないですよね。そうじゃなくて、ここはできるようになった、でもここがちょっとリスニングのここが落ちていると、じゃあここをもう少し10点アップするために頑張ろうと、そのために1日単語、そうだね、10個覚えようと、具体的な目標を持って進んでいる方が一番早いんですよね。そうなると、テストっていうのは、その自分の何ができて何ができていないかっていうのを客観的に見せてくれるものでもあるんですよ。すなわち自分の成長を早くさせてくれるツールでもあるんですよね。そう考えるとね、テストってね、敵というよりは味方なんですよね。そう考えていただいて、自分を社会にね、こう送り出してくれる、後押ししてくれるツールだと思って受けていただければなというふうに思います。どうせ受けなきゃいけないテストですから、そのようにプラスに考えてみましょうね。山内さんは、はい、今までいろんな試験を受けてこられたと思うんですが、はい、そもそもどうしてそんなにたくさんの試験を受けるんですか。はい、ご質問ありがとうございます。まず私は今でも受け続けています。例
えば英検1級合格してももう一回英検1級受けます。で、もっと言ってしまうと英検1級合格してますけども英検準1級も受けますし2級も受けますし準2級も受けます。例えばトフラも受け続けますけどもね、あとはケンブリッジ英検も一番難しいやつを取ってますけども、その次のランクのその次のやつを取ります。これは理由があります。で、なぜかというとですね、その私がこうやってるのは趣味でやってるわけじゃないんですよ、まあ、半ば趣味じゃないのって言われるかもしれませんけども、そう見えるかもしれませんけども、一応ね受験料ある程度払うので、そんな趣味のためにそんな出さないわけですよ。ちゃんと私はプロフェッショナリズムを持ってやってるわけなんですね。まあ嘘つけって言われるかもしれませんけど、私はプロフェッショナリズムに基づいて行動してるんですよ。どういうことかというと、私先生、まあ、講師といいますか教師といいますか英語を教えているものなんですけれども、やっぱりじゃあ誰に教えてるの、例えば中学生高校生大学生にこう英語を教えるわけじゃないですか。で、私はね英語喋れますよ。で、今となっては英検も1級持ってますし、トフル、トーイック満点持ってますけども、学ばれてる方はそうじゃないんですよね。分からない、できない、点数が取れないから困ってるんじゃないか、それをできるようにしてくれよ、点数を上げさせてくれよっていうのが学習される方の気持ちなはずなんですよね。でもこれね、変な状況が生まれてるんですけども、日本で例えば英語を教える側の先生があんまりそういうテストを受けないんですよ。これって僕がおかしいんですかね。僕逆だと思うんですよね。で、英語を分からない人に、例えば英検2級が取れないって人に取らせるためには、英検2級がどんなものなのかっていうのを経験する方がいいに決まってるじゃないですか。だから私は英検1級を持ってるけども2級を受けるんですね。あ、2級はここをこういうふうにすると点数が取りやすくなるよ、ここは分かってないと取れないよっていうのを受けてみないと分からないところがあるんですよね。だいぶまともな人間に見えてきましたか。そのなんで1級取ってるんですか、2級を受けるんだと。だったらだから趣味だって言われるんですけど、そうじゃないんですよ。本当にプロフェッショナリズムに基づいて言うとね、ちょっとうさんくさくなってくるので、この辺でやめておきますけれども、なので英検に限らず、トイック、トフル、あとはティープ、GTECとかね、いろんなテストを受けます。中にはね、これちょっと余談になっちゃうかもしれないんですけれども、ティープとか GTECってね、これ高校生が大学に進学するために受けるテストっていうテストはいくつかあるんですよね、まあ、その人はやっぱり GTEC と TEEP ですね。で、私受けます。で、行ったらね、みんな高校生さんですね、制服着て。で、私は社会人じゃないですか。見た目で、少なくとも見た目で高校生じゃないのは分かるわけですよ。まあさすがに学ラン着ていくわけにもいかないですしね、まあ、そのまま私服かスーツかどっちかで行きますけども、まあこの痛い目が半端ないですよ。もしかしたら試験官なのかなとか、スタッフなのかなみたいな感じで見られて、で、着席するところは生徒側に着席するんで、私もね、受験者ですから私だって。で、それでもう白々しい目でクスクスクスみたいなクスクスって聞こえるわけですよ、まあ、そのメンタルは確かに必要です。なぜそこまでやるかっていうと、だってティープを受けるのは、ね、高校生さんですよね。で、そのティープを研究せずにティープが教えられますかっていう話なんですよ。 GTEC も同じですよ、全て同じですよ。なので私は笑われるかもしれませんけども、で、確かにいろんなテストで満点持ってますけども、この事故を主張したくて受けてるわけじゃないので、その受ける方の立場に立って何をどうすればいいかをちゃんと研究したいからやってるわけですので、私はそういった観点からはやっぱり研究し続けるんですね。でね、その高校生に混じってそこまでやるのかよって話があるのかもしれませんけどね、私はそうですね、ちょっとこう自分をなんかこうね、変に見られるのはあんまり嬉しくはないんですけども、もっと言ってしまうとですね、聞かないでくださいね。私はですね、今ね、高校生になろうとしてるんですよ。高校生、わかります？大学私一応卒業してるんですよ。UCLA っていう世界で今ベスト16位かな、東大が大体35位ですから、ランキングだけで言うと東大より上の学校私は卒業させていただいてるんですけれども、その大学を出て私は高校生になろうとしてるんですよ。これ本当の話です。で、出願もしてます。落ちるんですけどね、落ちるのかみたいな、落ちる理由は大学を出た人はダメですみたいな理由なんですけど、じゃあなんで私が高校生になりたいのかということなんですね。同じです。この4技能のテストっていうのはですね、高校生でしか受けられないテストってあるんですよ。高校のグループ受験とかでね、あったりとかするんですけれども、例えば GTEC とかグループ受験学校で受けられるんですよ。高校生じゃないと受けられないんですよ。なんだそれはと僕は思うわけですよね。いや、高校生が受けるんでしょ、集団でと。で、それを教える先生も社会人も受けられないってどういうことだよと。これは俺はもう高校生になるしかないなと。って思って大学が出たんでありますけれども、高校に出願するわけですよね。今ね、絶賛奮闘中です。またこれどうなったかっていうのはね、また報告したいと思いますけども、この動画を撮っている時点では一応全滅してます。で、何個かちょっと交渉させてくれとお願いしますと。で、僕は別に高校卒業したいわけじゃないんだと、
言っちゃったら落ちるね。授業行きません僕は。だって授業受けたくて言ってるわけじゃない。テストを受けたいだけですから。でもこんな言うことで言うとね、多分落ちちゃうのでね、真面目に授業受けますって一応言って高校生になれればなと思ってますけども、まあ、話は戻しまして、そのぜひね、その学ばれる方の立場で研究を重ねて、で本当にテストの点数を上げてほしいな、その研究をしたいという一心であります。でこれはなぜかというと、一番最初の話に戻ってくるわけなんですよ。テストっていうのはね、これ勘違いされている方が多いと思うんですけど、テストがね、ハードルとかね、なんかこう乗り越えなきゃいけない壁のように感じている人がいると思うんですね。この壁はちょっと乗り越えなきゃ、俺はこの壁を乗り越えたら成長できるぜ、まあ、それ意気込みはいいですよ。ただね、壁とは捉えてほしくないんですよね。ハードルとか壁って言ったら乗り越えていかなきゃいけないものっていう、この障害物っていう感じがするじゃないですか。そうじゃないんですよ。資格試験っていうのはさっきみたいに自分をアピールするプラスでしかない材料なんですよ。点数悪ければ出さなきゃいい話なんで。でもそれはゼロで別にいいんで、絶対マイナスにならないんでね、絶対にプラスなんですよ。でそのね、ハードルとか壁みたいにこう乗り越えていかなきゃいけないものっていうよりは、自分をね、この学校に、例えばこの高校に、この大学に、この会社に自分を連れててくれてね、そこを通っていけばいいドアだと思ってください。それを楽しくやる方法、それをね、効率的に点数を上げていく方法で、脳科学的な観点からもね、いろんな方法がありますので、引き続きそれをご紹介していければと思うんですけれども、ぜひですね、今日のメッセージとしてはですね、テスト、楽しく自分をプラスに持っていってくれるドアですので、そのドアを一緒にくぐっていければなと思ってます。今日もありがとうございました。If you like this, I hope to see you soon. Thank you very much for watching. See you soon.